角度の単位としての度は、円周を360等分した個の中心に対する角度である。また、測地学や天文学において、玉上の基準となる大円に対する角度によって、玉の上での位置を示すのにも用いられる。国際単位系では、SI 単位と併用できる非 SI 単位と位置づけられている。法的には、日本の軽量応法体系において、 演習を360等分した個の中心に対する角度と定義されている。国際単位系では同ラジアンと定義している。数学的には計量法の定義と同一である。どの単位記号は唯一である。なお、文の記号はであり、秒の記号はである。数値ととの間にはスペースを挿入しない。国際単位系の規則では、 数値と単位との間にスペースを挿入することになっているが、この度、分、秒の場合は唯一の例外である。一度よりも小さな角度を表現する場合には、次の二つの方法がある。十進法による小数以下の数値を使用して、旅で表す方法。この方法は ISO31 が推奨している方法である。六十進法を用いて、 一度を60等分した分や、1分を60等分した秒を用いて表す方法。これらの単位はプライムおよびダブルプライムを用いて表す。1秒より小さな角度を表すときは、秒に小数をつけて表す。例えば、地球は1時間で15度回転し、1分間で15分回転し、1秒間で15秒回転する。緯度1度に相当する。 平均的な四五千個長はおよそ1 1 1 1 3 3トルである。一周を、周角、半周を平角、四半周を、直角、三十四半周を三直角という。数学においては、362約数が多いという点はそれほど重要ではないため、旅はほとんど用いられない。数学においては、弧度法を用い、単位として、ラジアンを使用するのが、 一般的である。円周は 2π であるので、360度イコールに、π ラジアン、1度0.0174533、ラジアン、1ラジアン57.29578度となる。ラジアンは、国際単位系における角度の単位である。一方、旅は非 SI 単位であるが広く使用されているため、SI 単位と併用できる非 SI 単位となっている。 メートル法は重心法に基づいているため、メートル法導入当初、角度にも重の累乗数を取り入れる試みがあった。その単位はグラード、またはゴンといい、一周を400グラードとする。この単位では、直角を100等分したものとなる。グラードは十分な指示を得られなかったが、計算しやすい点から、現在でも多くの科学用計算機で採用されている。 360という数は1年の日数に由来すると言われる。ペルシア歴のような初期の歴法では1年は360日とされていた。一周を360度とすることで星が北極星を中心とする円を1日1度回ることになり星を観測する際に便利である。これを幾何学における角度の測定に応用した人物はギリシャのタレスであると考えられている。 タレスはキリシャ人の間に非科学を普及させた人物であり、アナトリアにおいてエジプトとバビロンの両方に関係していた人々と共に住んでいた。また、360は約数が多く除算のしやすい数である。360は約数を24個持ち、10以下の生成数のうち割り切れない数は7だけである。 10以下のすべての生成数で割り切れる最小の数は2520であるが、これは大きすぎるため扱いづらい。実用的な目的において、一度の大きさは日常的な角度を十分な精度で表現するのにちょうど良い角度である。日本においては、江戸時代に全円周が360度であるという概念が入ってきた。池田幸運の現那公開書では、 全演習は360度との記述があり、どのことは、ガラブと書いている。一部、ガラブの訳語として、段の表記が用いられている。他にも1695年、渋川春海が作った地球儀には、30度ずつ12本の形線が引かれており、全周を360度としている。中国のマテオリッチラが表した、機械原本が輸入されたり、乱学者が、 オランダ人から学んだりした知識などが広まり、日本でもどの概念が知られるようになった。ありがとうございます。